まあ数は少なかったんですけれども、私のことを応援してくださる先生方がいて、上村さん、これ、捏造じゃないよって、当時、みんなこんなスタイルで記事書いてたじゃないかっていうふうなことで励ましてくださってる先生もいました、そういうことで結局、12月の17日に、北星学園大学は、えー、私を来年度も雇うということを決めてくれたわけです。これは、 本当に大きなな決断だと思います小さな大学が大大きな決断をした大学の自治に残る大学史の自治に残る大きな出来事だったんじゃないかなと思います一つはその皆様の力応援もあってこういうふうに北西が勇気ある決断をしたわけですもにもかかわらず決断をしたらまた抗議がたくさん来てるようですで昨日は脅迫状まで来ました 皆さんぜひ北西学園を応援してください北西学園は1995年の戦後50年の時に北西平和宣言というのを出していますそれはアジアへの侵略戦争の反省と人権教育の大切さを訴えているものです私自身が記者の歩みとしてソウル特派員や北京特派員をやったりあるいは大阪社会部の時に在日コリアンが住んでいる生野区というところに住んで 在日コリアンの人権侵害とかやはり当時はたくさん差別がありましたのでそういう問題にずっと取り組んできました私自身の生き方記者としての歩みと北西学園大学のそういうふうな声明が重なるわけでこの大学から私はあのぜひこの大学にい続けたいというふうに思ってたわけですそういう中でそういう決断があって本当に嬉しかったですで実はその 12月22日には朝日新聞の慰安婦報道に関する第三者委員会の報告書が発表されました報告書は私の記事についてね熱造はなかったということを明確に認めております私はあの言論人としても今後熱つ記者でないということを発信続けていきたいと思いますちょっと今手元にないんですが、えー、文藝春秋の1月号に手記を 発表しました。二十数ページにわたる長いものです。ぜひあの機会があれば読んでいただきたいというふうに思います。また、えー、世界の2月号、昨日発売のこの世界の2月号にですね、私は戦う不当なバッシングには屈しないということで出てます。これはどんなものかと言いますと、簡単に言いますと、私はネットでですね、まあ家族まあ、家族は大学まで攻撃されて圧殺 圧力で殺されそうになってたわけなんですが実はその激励メールを全国に発信したえ女性の方のメールを受け取った、えー、弁護士の方がいらっしゃって、えー、中山武俊先生という私たちの弁護団の団長に今なっておられる方なんですがその方が10月に私に会ってくださって私の慰安婦問題についての説明を聞いてそしてにっこりとうなずってくれて。 大変だだっっったたなとと一緒にに戦おうといういう言ってくださったそれまですごく大変な思いをしてたんですけれども私はその言葉を聞いてそして中山弁護士と出会って暗い闇の中に一つの光を見たような気がしました本当にに会ったた時に涙が出たんですそしたらその中山弁護士がたくさんの弁護士の方に声をかけてくださって「これは上村さんだけの問題じゃないんだ」 これは日本の民主主義の問題なんだこんなことで大学を攻撃されたりバッシングするのはおかしいということで声をかけてくださいましたそれが今日170人の弁護団につながったわけです。